セア畑菜園アドバイザーの下道です。今日は春からニラをたくさん収穫するための寒肥作業をやっていきたいと思います。ニラは現在越冬に入っております。株元から上はほとんど枯れてしまい、根は睡眠状態に入っております。ニラはこのような状態で冬越しをして、今年の春からまた芽が出始めて収穫ができます。このニラの成長を早くするために寒肥という作業をした方がいいと思います。今回はこの寒肥作業を紹介していきたいと思います。最後にコメントにもご返信していきますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。それでは現在のニラの状態を見ていきましょう。先ほどオープニングで株元から上は枯れていると言いましたが、今年は暖冬の影響とまた防寒対策によってまだ青くなっている部分があります。カットしてしまえばいいんですが、ちらほら芽が出てきている状況です。こういったところもまたイレギュラーな状況です。おそらくこれからは完全に枯れていくと思われますが、この冬の状況がどのようにニラに影響するかちょっとわからないところがあります。例年の通り作業はしていきたいと思います。ちょっと見ていただきます。このように昨年度一度カットはしていたんですが、成長点の付近からは青々とした芽が出てきております。先端が赤いのは当該にあっており、紅葉しているような状況だと思われます。こちらに種をつけているニラもありまして、おそらくこの近辺にはこぼれ種が落ちているものと思われます。このように藁を使って防寒しておりますので、優しく冬越しができる予定でしたが、ニラも芽が出てきてしまうぐらい今年の冬は暖かいんだと思います。ということでニラを見ていただきました。この冬にやるとしたら、一つ目の作業としては今回紹介する寒肥、二つ目としては移植作業です。ニラは3年に一度ごとに株分けして移植したり、掘り起こして少し古い根をカットした方がその後の成長が良くなると思います。1年目だけはなかなか収穫が難しいんですが、2年目以降は収穫がたくさんできて、3年目から株分けをしてどんどん増殖をして増やしていくことができます。ニラが好きな方はぜひ3年計画で植え付けてみてください。1月中に寒肥をやることのメリットとしては、鶏糞の場合1月に行ったものが2月に分解が進み、3月以降に効き出します。ニラも3月になりますと本格的に芽が吹き出しますので、ちょうどその頃に今やった寒肥が効果を発揮すると思います。遅すぎますとニラの芽が出るタイミングであまり効かなくなってしまいますので、少しスタートダッシュが遅れるかもしれません。しかしニラ自体は根に養分をためて芽出しを行いますので、追肥をしないからといって芽が出ないということではないんですが、やっておくとニラの生育の補助になってくると思います。ということで鶏糞など有機資材で追肥する方は早めに行っておきましょう。鶏糞は非常にバランスがよく効きも早いのでいいと思います。窒素分だけではなく、根などを育てる仮分またはリン酸分等もたくさん含まれておりますので、バランスがいい肥料だと思います。一株あたり寒肥としてはそれほどたくさんやる必要はありません。私が今持ってる大きめのスプーンに一杯ほど株周りに巻いていただくと大丈夫だと思います。ではやってみます。上から株元にバラバラっと巻いてもいいですが、
私はこのように株元を約 2,3 センチ溝を切ってそこに入れております。このスプーンすり切れ1杯が 10グラムぐらいなんです。でこれを山盛り1杯、入れてみてください。パラパラパラっと巻いてみてください。はい、これで十分な量です。あとは若干埋め戻しながら土をかぶせてください。ちょっと多いように見えますが1年分効果がありますのでこれだけでも十分なくらいです。最後にこのように藁をしておきますと防寒または乾燥防止に役立ちますので、雑草でもいいし何でもいいですからやってみてください。もう一箇所やってみます。ここはニラの葉が見づらいですがこのように冬場になると枯れてきます。枯れた株元を特定して同じように巻いていきます。しっかり埋めてあげましょう。最後に藁等をこのようにかぶせてみてください。これで完成です。追肥やった後水を与えたくなりますが水は冬場の間はやらない方がいいと思います。夜梅雨で十分土が湿りますので追肥をした後に必要な水分はそれで賄うことができます。また速効性を期待するのではなく徐々に、効けばいいのですぐに水やりはいりません。逆に水やりをして凍結を起こしますので注意してみてください。それではコメントにご返信していきたいと思います。こちらの茎ブロッコリーの動画にコメントをいただきました。スティックシェニョールと茎ブロッコリーは同じものなんでしょうかというコメントをいただきました。スティックシェニョールと茎ブロッコリーは同じものです。苗や種のパッケージにスティックシェニョールと記載しているものもあります。どちらも同じですので基本的な栽培のポイントは同じに考えてみてください。今日はニラの寒肥作業をやってみました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。ではまた。バイバーイ。